と松方弘樹。今夜は時間を拡大してお送りするスペシャル版。まずはご存知火曜時代劇、剣豪松方弘樹と旅ガラス五木ひろしが悪に立ち向かいます。そして後半は2人が昭和の名曲を熱唱、2人のビッグショー。それではいよいよ始まり始まり。百里千里を歩いても歩くだけでは乗らない、ましてヤクザな人沙汰、広い世間を狭くしてどこに男の、どこに男の明日がある。垣根越し、それが道理と知りながら、知った道理の裏を行く野暮な野郎の意地張り。今日もわらじの、今日もわらじの紐がなく、相模の国綾瀬の宿か。いやいろんなところを旅して歩いたけど、この町もいい町だな。どっかいい旅館に泊まって、うめえものも食ってな、のんびりしてと言いたいところだが、実は無一文のすっからかんなんだよ。しょうがねえ、今夜もまたこのお堂に泊まるとするか。だけどあの旦那どこ行っちまったのかな。いやね、あの旦那ね、星影兵庫っていう旦那と、あっしは旅道連れなんだけどね、どうしてあんな旦那と一緒になっちまったのかな。どうせ旅をするなら若い可愛い娘と旅をしてえもんな。悪いものに追われております。助けてください。割れてる。おその娘を渡してもらおうか。なんだなんだ、なんだ、大の男が寄ってたかってこんな可愛い娘を、言ってもらえじゃないか。一人で俺たちの相手をしようっていうのかい。おいら二人や三人、どっからで買ってこい。お、面白い。おい、野郎ども。ちょっと、なんだ、こんなにいるの？こんなにいるの？お。だったら最初からちゃんと言ってよ。ごめんなさい。すいません。私が悪くございました。どうか許してください。ダメ。どうかよ。待ってよ。はい。こんなだ。俺も男の中の男だ。さあ、煮るなと切るなと、さあ好きにしてくれ。よし。篠爺、命を粗末にするんじゃない。その声は、旦那。拙者スロー人星影兵。そういう人。この男とはちょっとした訳ありだな。待て、いいところ出てきてくれ。だから言ってるだろ、このバカタレが余計なことに手を出すなと。いやいや、旦那、あの、そのお席は後で いっぱいいただきますから、ここは一つお願いします。そうか、そうか、お願いします。これが最後だぞ。はい、わかりました。
この男がいろいろと無礼な真似を働いたらしいが、拙者が代わりに謝る。どうぞこの通りだ、許してくれ。ダメだよ。おお、こいつはとっても話しても通じる相手がなさそうだな。そんな感じですね。よし、ヒロジ、娘さん頼むぞ。はい、わかりました。勝手うい、野郎ども休め。このどなたか存じませぬが、危ないところを助けいただきありがとうございました。いや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 、あ、娘さん、およしちゃんと言ったな。はい。いやいや、この足がついてるからね、八重のひろじがついてるから、まあ、およしちゃんのためなら明日命なんかいりませんよ。お侍様、それでは私の気持ちがすみません。何かお礼をさせてください。いや、礼よりもちょっと聞きたいことがあるんだが、あなたはなぜあの男たちに追われていたの？そうそうそう、実はうちは代々この宿場で旅籠を営んでおります。でも先月ここを岡場所にするからといって、もうしつこく迫ってきて。いや、岡場所というのはお上の許可がなければならんはずだ。ああ、それでお嫁さんのお父っつぁんお母さんどう言ってるんで？それが10日前に裏の川に川で洗濯落ちて死んでしまったんです。川に落ちて死んじゃったの？はい。どうしてどうして？大河岸に掛け合ったんですけれども、二人ともお酒を飲んで酔っ払って足を滑らしたって言うんです。でも、お父っつぁんもお母さんもお酒なんか一滴も飲めないんです。かわいそうにな。だな、ここはちょっとほっときませんね。なんとか助けてやりましょうよ。ここはさ、このお医者の旅籠にさ、俺たちも泊まってさ、ね、ちょっと待て、え、知らない、ちょっと、え、なんです？お前何を言ってる？え、バカだな。バカ、わしらはな、一文なしの旅を続けてるんだ。旅籠になんか泊まれるわけ。それに毎日できる限りのご馳走をさせていただいて、美味しいお酒も飲み放題。ただ、コロッと変わって、本当にもう。旦那。ちょっと旦那、何言ってんの？よし、これでも安心だね。なんたったこの八重のヒロジがついてる。な、お医者のためだら。うん、もうどうか大ぶれに乗った気持ちでいてくんな。この足がね、どんなことあったって、お医者のこと。ただ、そんなにさっさと行くのは、およし。大官様、お呼び立てして申し訳もございません。挨拶はいい。例の旅籠の件であろう。へえ。この早田大膳に分からぬことはない。あのような小娘一人に何を手こずっておる。それがなかなか腕の立つ用心棒でございまして。このうつけ者めが、たかたか二人であろう。さっさと片付けてしまい。いや、そうおっしゃいますが。情けないの。いざとなれば江戸を玉ヶ池の千葉道場にこの人ありと言われたこの早田大膳、一刀のもとに切り捨ててくれるわ。おお、早田様。冗談じゃ。だがな、あの娘だけには手を出してはならんぞ。うん、分かっておろう。わしが好きなのはな、
若い女と山吹色じゃ。これはどうも恐れ入りました。これでよしと。ああいい匂いだな。ああ魚の匂いだ、魚の匂いだ。いやすげえなこれ。こんな立派な鯛。大きいでしょ。ここはね星影の旦那のお席。ひろじさんはあっち。そうかよ。あらなんだこっちは。珍しいじゃないかよ。ちょっとおじさん。旦那のどこがいいんだよ。だってたった一人であんなに大勢の出来をバッタバッタと切り捨ててかっこいいじゃない。それはお前お侍だからよ。一応まあ剣術を習ってるから強いのは当たり前じゃないか。じゃあひろじさんはん星影の旦那に勝てるものってある。え勝てるもの、うん、目の大きさなんかいい勝負だよ。あとそうだな、そうだ歌、歌歌ならこう勝負できるのら。わあ歌ってきたい。歌ってやろうじゃん。わあ嬉しい。お、いいところに、三味線もあるじゃねえかよ。ひろじさん、三味線弾けるの？当たり前じゃないかよ。わあすごい。ひろじといや三味線だよ。じゃあ、いいかい？よっ。そうやって褒められるとよ俺もどうしていいか。いやもうこの際俺は自分の気持ち打ち明けちゃおう。いや俺は言いたかったんだけどよ。いや言いづらいな。どうしようかな。ひろじしっかりしろ。よしこうなったら思い切って言うぞ。おっしゃ俺はよおめえのことが大好きなんだよ。あ何をするんだバカタレが。どうしてここにいるの旦那。気持ち悪いな。いや俺がな奥で寝てたんだ。そしたら大きな声がしておちおち寝てられるもんじゃないわな。旦那マソ怒りなさんなって。知ってました。ひろじさんねお歌がとってもお上手なの。まあ上手なんだよ。そうらしいな。ねえ旦那も何か歌ってくださらない。わしは歌は苦手だ。そうそうそう。あのね、あの歌やめといた方がいいよ。そんなこと言わないで。お願い。あ、そうだ。たった一つ歌える歌がある。え？何？男と女のラブゲーム。
私昔よく歌ったわこの歌。よかった。飲みすぎたのあなたのせいや。弱い女の愛しさを。飲みすぎたのあなたのせいや。可愛いお前の強がりを。久しぶりねあなたが来るなんて。噂を知ってたの女の勘で。仕事のせいさいつでも思うのはお前のことだけさ。嘘つきね困らせる意地悪ね。わかるだろすべて甘えて。抱きしめて抱きしめて返したくない。偽り引きずり古い傷。男と女のラブゲーム。あー、旦那。旦那なかなかやるよね。だけど面白くねえな。二人でそうやってよ、イチャイチャイチャしやがってよ。さあさあご飯にしましょう。ご飯ご飯。飯にしよう飯。たくさん食べてくださいね。こうなったら飯いっぱい食うしかねえよ。はい食べてね。ほら飯食うぞ。はいはい。目指して飯食うぞいっぱい。はい。ちょっと待ってくださいね。じゃあおいしゃ。ついてくれよ。はい。飯。ちょっと待ってね。まずは干しかけの旦那から。はい、旦那ね、どのくらいがいいですか、たくさん。はい、旦那、はい、片付けない、片付けない。はい、じゃあ次行きますね。山盛り頼んで、山盛り。山盛り、山盛り。はい、わかりました、山盛りね。はい、お待たせしました。はい、ごめんください。はーい。ほら、お客様だわ。はい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 、ちょっと待ってくださいね。おー、いらっしゃいまし。今晩一晩泊めていただけないでしょうか。はいはい、お部屋だとたくさん空いてますよ。さあさあどうぞ上がってくださいね。失礼いたします。どうぞどうぞ。ね、長旅で疲れたでしょ。どうぞ上がってください。さあここにお座り。失礼いたします。はい、そこどうぞ。ちょうどよかった、ちょうどご飯の支度ができているんですよ。はい、どうぞ。佐藤、ありがとうございます。おいっしゃ。はい、それおいらのご飯じゃないかよ。居候よりお客様。娘さん、見たところ武家の出のようだが。はい。友の者とかお連れの方はおらんのかな。実は訳あって一人旅をしてるんです。一人旅。外れの女一人の旅です。
一人旅かい。あ、まあまあ、さこっち来て。そうかい、そうかい。ねえ。およしよりな、なんかこっちの方が目がありそうだな。あの、娘さん、おめさん、お名前は？としみと申します。としみ、いい名前だな。としみか。どうも、ちょっと。何をするな。いや、だからな、それでどうして一人旅よ。次の宿場で待ってる許嫁に会うために。このがバカ者が許嫁。はい、そう、どうぞ旦那。許嫁か。いや、それで安心した。何のおもてなしもできませんが、今日はゆっくりしてってくださいね。はい、今宵は楽しい宴になりそうだな。ひろし、人の話を楽しい宴になりそうだ今宵は。うーって、何その。どうぞ旦那。ねえ、夜空を見てごらんなさい。綺麗な星がいっぱいにありませんか。あの子どこにいるのやら、星空の続くあの街あたりか。遅い風の口笛が恋の傷跡に染みる。残念だけどな。まあ、気をつけて行きなさいよ。あ、この許嫁にな、早く会えるといいな。ご丁寧のお見送りありがとうございました。いいんだ。今度は二人で来てね。はい、それでは失礼いたします。はい、気をつけて行きな。はい。おお、なかなか器量の良い娘よの。このような娘はいろいろと使い道があるもんじゃ。どうやら一人旅、ここでいなくなっても誰にも分かるまい。分かっておるの。承知しました。何をなさいます。お話しくださいませ。あ、これ、うん、手荒な真似をするではないぞ。丁重にお連れしろ。丁重に。さあ、お嬢さん。お話しくださいませ。丁重に。勝負はこれで見えたの。お掃除。やっと来た。ああ、人間落ちぶれたかないもんだな。この星影兵庫、本来ならば将軍のおそばに仕える身。まあけどな、それが嫌でこうやって旅暮らしをしてるんだ。それにしてもあの広司のやつ調子に乗りおって。旦那、しっかり留守番頼みますよ。あの、お掃除もちゃんとねと、こう抜かしよったま。考えたらだんだん腹が立ってきた。うん、よし、帰ってきたらこのほうきでバンバンと。出た。殿、どうしたんです。大きな声出して。雲。旦那、でもこれただの雲ですよ。これ。
よ、ちょちょちょ、ほら、いや、この旦那ね、あの雲に弱いんだ。そうなんですか。いや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 、助かった、ありがたい。はいはいはい、いらっしゃいませ。いらっしゃいますじゃないでしょう。さあ、まったくあんな雲ぐらいであんなに大きな声出して、本当にちゃんとあの留守番してたんでしょうね。おお、それはちゃんとしとった。お前たちが出かけた後な、お客様からこう次から次へと仕掛けてきて。来たんですか。いや、一人も来ん、こう暇だと体がなまっていかんな。よかし、こうなったら3人出かけてこう、なんか外へ出てパッとやりましょう、パッと。ひろし、それはできんぞ。え、どうして。忘れたのか、バカ者。この旅籠は狙われている。いつ何時悪い奴らが押しかけてくるともわからんのだぞ。そうか、ちげえね、こうやってる間にも悪い奴らがこっちへ向かってくるかもしれないな。おい、おい、え、もう来てよ。もう来てる。うん。え、おいしちゃん、よく聞くがいい。ここに岡場所を作ってボロ儲けを企み、邪魔なお父っつぁん、おっかさんを殺めたのはおそらくこの男たちだ。本当ですか。おお、その顔やはり図星のようだな。しゃあ、なんてやつだ。よし、この俺がボンボン。あいつだって。よし、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。この裏にはもう一人どでかいワルがいるぞ。でかいワル、うん、そしたら一体誰なんだよ。私だよ。あんたはお代官様。そう、代官、早田大膳だ。大膳、お主代官の地位を利用して岡場所を作り、その上がりで私腹を肥やそうとしているつもりである。この悪者が。するてと、このお医者のお父さん、おっかさんを。あの、当たり前ではないか。大勢の者が楽しみにこの宿場にやって、宿場が潤うのだ。お湯先短い人間の一人や二人、たとえどうなったとて。ひどい、ひどいわ、ひどいわ。おお、お主がおよしか。寂しがることはない。このわしがたっぷりと可愛がってやるわ。旦那、うん、この野郎、この野郎、なんとかしてやってください、この悪人。分かっておる、分かっておる。大膳、お前のような悪党生かしておいちゃ世のため人のためにならねえな。黙れ、野良人の分際でお上のお仕事をする代官に盾をつこうというのか。やかましいんだよ。お上の意向を傘にしてやりたい放題の悪行三昧。わしが野良いなら貴様は虫けらいいか。無礼だ。言わせておけばいい気になりよって、者どもを切り捨て。よし、宿場の悪の大掃除。おお、出た。またちょっと早いけど出た。もう肝心なところでもうしょうがねえな。よし、ザクはこの俺が片付けるから、ナナ、お医者のこと頼んだぜ。おお、頼んだ、ヒルジ。ちょっとナナ、ちょっと助けて。ちょっとザクはお前に任せる。ひどいな、ナナ。やれしょ。ひろじさん！およっしゃ、おらここだよ。よかった。どれ、やらしょ。待て、この野郎、誰か、お助けを。ちょっと、この人仲間じゃないか。ひでえことするな。
この男わしに任せろ。極悪非道なやから許すわけにはいかん。早田大膳、潔く刀の錆となる。戯言を申すな。これでも切れるかな。おしなげ様、お助けくださいませ。都市部長、この礼、この後に及んで卑怯な真似を。さあ刀を捨ててこの場から立ち去れ。わしはそれでもいいがな。この刀嫌だと言っておる。なんだと。おあ、トイミだ。こっちこっちこっちだ。このお主、使えるな。参るぞ。あおおおおか、かさ、早く早く、お父ちゃんおっかさんの仇を。よっしゃ、さあ、ここで着くんだ。早田大膳、お父ちゃん、おっかさんの仇。よっしゃ、見事だ。なんだよ、そのことなの。押しかけの旦那、ありがとうございました。ひろじさん、ありがとうございました。よかったよかった、これでめでたしめでたし、万歳。お父さんとお母さんも喜んでると思います。うちの亭主も。亭主？亭主？あんた亭主いんの？言いませんでしたっけ？全然聞いてないよ。いや、うちの亭主今髪型に板前の修行に行ってるんです。あ、そうだ、お手紙書いて知らせよーっと。じゃあねーじゃあねなんだか私も早くあの人に会いたくなっちゃった。じゃあねー。ちょっとちょっと、なんだよ、誰でもじゃあねじゃあねって。こっちはよ、命張ってやってきたんだよ。だからヒロジ、いつも言っているだろう、余計なことに首を突っ込むからこういうことになるんだ。だから旦那、悔しいじゃねえか。まあ、まあ、そう言うな。これからもわしら二人仲良く旅の空じゃ。そうか、そういうことだな、二人仲良く、まあ、これが一番だ。じゃあ旦那、そうと決まったら次の宿屋と旅立とうじゃねえか。うん、私とお前は、それそれそうじゃないか。アビチクパチク深い中。押しかけの旦那、白鷺の羽も濡れます恋ゆえに、吉原田んぼの、それそれそうじゃないか。あびちくぱちく春の雨。
若き日の松方弘樹と五木ひろし。二人は昭和を代表する作曲家上原玄斗の下で37年前に出会っていた。大正3年青森県に生まれた上原玄斗は昭和40年に亡くなるまで2000曲を超える作品を世に送り出した。そしてその明るく爽やかなメロディーは多くの人々に愛され歌われてきた。美空ひばり、親友でもあった岡春夫、島倉千代子、一番星を戦前から戦後にかけての日本歌謡史に偉大な足跡を残した作曲家であった。歌手を目指していた16歳の青年松方弘樹は内弟子としてこの上原玄斗の下で歌のレッスンに日々励んでいた。16歳ですか17歳ですかそのぐらいですから、おとなしいお坊ちゃまで、お行儀のいいお坊ちゃまでした。僕も最初彼の声聞いて声質に惚れましたしね、まさか役者になるとは思わなかったですね。そんなある日、上原玄斗のもとに一人の青年が現れた。ふるさと福井県から歌手を夢見て上京した青年五木ひろしである。偶然にも五木を上原に紹介したのは松方の父、時代劇の名優近衛十四郎であった。もう子供の頃から歌手になるのを夢見ていて、まあ、京都へ行って1年間歌の勉強して、そしていよいよ東京へ出ていくと、しかも入門先が大ヒットメーカーの上原玄斗先生のところ、もうなんか足が震えて先生のお宅にお邪魔したのをはっきり覚えてますね。同じ夢を抱きながら俳優と歌手という別々の道を歩んできた松方弘樹と五木ひろし。37年の時を超え、2人は今夜ついに同じ舞台を踏むことになったのである。乾杯すれば窓で泣いてる三日月様よ。ああ港町十三市、改めましてようこそお越しくださいました。いや松方さんとは長
い長いお付き合いでございますが、こうして共演は初めてでございます。本当に意外なんですけども。いやでもね、はい、先ほどの皆さん懐かしく多分ね思い起こされたと思いますけれど、お父様の近衛十一郎さんがやってらっしゃったあの月影兵庫、はい、これを今回星影兵庫ということでやらせていただきました。でもね、はい、いや皆さん、私はですねお父様の近衛十一郎さんのご紹介であの上原玄斗先生の門下生にさせていただいたわけでございます。そうでしたね、はい、で僕はその数年前に玄斗先生のあのそれこそ僕内弟子だったもんですから、先生のカバンを持ってね、あの一生懸命歌を教えていただいてましたよ。ということで、はい、我々は上原玄斗先生の兄弟弟子という関係なんです。僕は不肖の弟子。いやいや、そんなことございません。一生懸命教えてもらったんですけど、僕は歌手は諦めましたけどね。いや、その歌手を諦めたっていうのは一体どういう理由だったんですか。しらじらしい。え、あんたのせいよ。え、私のせいって。いや、ちょっとはっきりこれはあの聞かせていただきましょう。いや、ですからこれはっきり言いますけども、はい、あんたは当時もうまかったね。もうそんな、ありがとうございます。ですから、私はとても歌はかなわない。で、まあ顔じゃぼちぼち勝負できるかな、そういうことで私は俳優一本に絞りました。あ、そういうことだったんですか。はい、ですから、まあ、近衛十四郎さんが五木ひろしさんの人生を変えたとするならば、はい、ね、五木ひろしさんが不詳松方弘樹の人生を変えたということになるわけです。そういうことでございますか。いろいろとお世話になっておりますね。長い間いろいろとお世話になっております。ということでね、今日は上原玄斗先生の素敵な歌をですねお届けしたいと思うんですけれど、ここでちょっと私のギターを、ギターの弾き語りでお届けしたい。あのおかっぱるさんというね、おかっぱるっていうことで親しまれました大先輩の岡春夫さんが歌われました会いたかったぜ。うわー、これをね、いいですか先輩。え、一生懸命ついていきます。今日はね、はい、本当にもう嬉しくって嬉しくってね、頑張って歌いますが、ひろし、俺もお前に会いたかったぜ。いい声。
なじみの昔なじみのお前と俺さ、夢が欲しさに小雨の路地で泣いたあの日が、感動しました。もう本当に感動した。58年生きててよかったなって思います。本当にありがとうね。いや、なんか嬉しくて懐かしくて、本当に思い出いっぱいあるもん、ね、ましてやね、うん、もちろんこの歌よく歌いましたけれど、松方さんと一緒に歌うなんてらね、これはグッときます。考えてみればもうかれこれ37年ぐらい前です、はい、うん、僕自身が歌手になったのは、うん、まあね、それこそ玄斗先生の歌ではヒット曲は出せなかったんですが、でもそれをですね、いや奥様がね、うん、それから後に五木ひろしとなって何度かお会いするためにね、うん、いや主人の歌でね、うん、世に送り出せなかったと、うん、でもねいろんなことありましたけれど、うん、ね、こうして二人で先生の歌を歌えるというのはこれも本当になんかとても幸せだと思っておりますし、いやでもね、うん、本当にね改めてね、いい歌がたくさんあります。今日はですね、もっともっとこう皆さんにお届けしたいということで、歌いたくなってきたでしょ、どん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 、それはまあ私だってね、歌いたくなりましたよ、でもね、あんたちょっと待ってよ、ちょっとね、はい、はい、何でしょう。いや、玄斗先生の歌っていうのは、まあそれはたくさんのヒット曲ありますけども、そうですよ、男が歌いにくい歌ってあるじゃないですか、まあ、そんなこともあろうかと思いまして、うん、ちゃんとお呼びしております。わ、はい、田川俊美ちゃんです。さすが、お芝居でも活躍していただきました。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いいこと。さあ、またまた上原玄斗メロディ続きます。ではこの歌から参りましょう。どうぞ。柳の辻に花をめしませめしませ花を、どこか寂しい憂いを含む瞳いじらしいあのえくぼ、花売り娘、
閉まったのか窓に明かりが灯る頃いつもの道を歩きます赤い靴の消しの花あの街角で開赤い
それではここで田川寿美さんに歌っていただきましょう。年々ふるさとです。どうぞ。いやもう今日はですね、本当に久しぶりに松方さんの歌声をたっぷりと聞かせていただきました、やっぱり歌はいいですよね。いいでしょう、本当になんか私も歌をまたやりたくなってきたと、そういうふうに思います。本当ですか？いや嬉しいですね。それである人に曲を頼んだんです、そしたらね、この人が忘れてて全然この歌ができないんですよ。忘れるなんてひどいですね。それは誰です？五木ひろし。私でしたか？そう、あんた知らねえとは言わせないよ。いや、前々からね、あの作品を一度と思ってはいたんですけれど、ある日突然ですね、記者会見で松方さんが、いや、今度の師匠は五木ひろしが曲を作りますからというのを聞いてですね、あ、これは大変だ、
慌てて作ったんです。いやいや本当に慌てて作ったけれどもですね、はい、そうは思えないとっても素晴らしい歌をありがとうございます。いやとんでもございません。今日はそれを歌っていただけますか。はい、もう喜んで歌わせてもらいます嬉しいな、でもあれですよ、はい、石木さんもなんか新曲歌ってるんでしょ。私はですね、はい、おふくろの子守唄という歌を聴いていただこうと思います。じゃあ松方さんから、はい、私先、はい、お願いいたします。失礼します。ぬくもりです。少し残る駅前の夜
痩せた道見上げるほども高くないホテルも懐かしい手料理の匂い おふくろの子守歌久しぶりに再会おふくろとの思い出心配かけたあの日叱ってくれた涙言葉数も少ない手を引きながら歩く長生きしておくれよと心で繰り返すおふくろよおふくろよありがとう おふくろの子守歌一緒で楽しかったです。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。お芝居とそしてこうして歌と皆さんにお届けできて本当に幸せな気持ちでいっぱいです。いやいや、あんた幸せばっかりですけどね、はい、私はまあ歌お芝居立ち回りってもう本当1年分仕事したような気分です。どうもいろいろと無理言ってすいませんでした。いえいえ、ありがとうございました。でも本当にね、あれですよ、どんどん歌ってほしいですよね、皆さん。これからもこれからもぜひ2人仲良くずっとこれからも一緒に歩んでいきたいと思いますので、はい、そう本当に、はい、よろしくお願いします。お前と2人
一度でいいから目隠しをお前にしたままで、ああ連れて行きたいよ。心に同じ傷を持つ似た者同士さ、俺たちは幸せを今日から二人。